売イ中学校、売イ高等学校は、大阪府豊中市上野西一丁目にある私立、中学校、高等学校。1878年に、大阪で最初の不知事人化による女学校として設立された。大阪で最初のキリスト教会である梅本町公会と、沢山たもつらが初代牧師を務めた、日本初の自給教会。 何わ公会の二公会の信者たちが、沢山保津らを中心に、バイカ女学校の設立を発議し、バイカ女学校が開校した。愛、平等、自由恵みに感謝し、隣人を大切にしよう自分を見つめ、多様な価値観を認め合おう。自己を磨き、自ら道を切り開こう。学校設立には梅本町公会と何は公会の、 神徒が協力したことから、梅と花の2文字を取って、バイカと名付けられた。当時、多くのキリスト教主義学校は、海外の宣教師団によって作られたミッションスクールであったが、バイカでは、日本人神徒による自習運営と女子教育が行われた。2007年8月に発覚した。もし優秀者の大学受験料を負担し、大学出願手続きを代行していた。 2007年は5人に、赤積赤同率など213学部、学科を受験し、139学部、学科に合格した。また、一人で60学部、学科に合格した。同校は、合格者を増やしたいという焦りがあった。としている、政治文化芸能スポーツ。ありがとうございます。